これにしようかな。すいません、試着したいんですけど。でしたらこちらの試着室をお使いください。はい。ここって試着室。はい、こちらをお使いくださいね。どうしたん？開け閉め開け閉め。試着室ってここだけ。ここだけなんです。申し訳ありません。はあ、さっきからなんや、落ち着きないな。え、開け閉め開け閉めして人がゆっくりしてたのに。いや、なんや？え？なんか用事あるんやろ？それともなんや？新手のいたずらか？迷惑 YouTuber か？あんたの方がいたずらちゃうんかいな。いや、試着室使いたいなって。そうやったらほら、パッと着替えたらええやん。は？試着するんやろ？そうやったらほら、そこでパッとやってない？キリないから。いや、でも、いや、でもって、ここ試着室やねんから、遠慮せんとやったらええやん。キリないで。ここ試着室なんですよね。試着室やで。外の店員さんにも言われたやろ。まあそうなんですけど、せやったらシャッと着替えてシャッと合わせたったらええねん。キリないキリない。あーよいしょ。うん、え、落ち着いて。気になるな。いや、今テレビ見てんのよ。ジュニアの話がおもろいんや。そこ売られたら気になるんよ。誰が言うてんねん。キリない。そんな元気やったらキリないし、もったいないわ。その元気着替えるのに使うのもったいない。どういう意味やねん。なんや、うちがここ売るんが気になるんか。そうですよ。わかったわかった、見えひんから。キリないからうちテレビ見とるで。いやー、もうなんやの、こっち向かんといてくださいよ。キリない。は？キリないキリないわ。もうそれを言い出したらキリがない。わかった、これな、かぶっとくから。おじいちゃんの形見や。どんなじいちゃんやったんや。ちょっと見てるじゃないですか。見るやろ、そんなもん。え、キリないキリないわ。見る見えひんキリないわ。イタチごっこや。もういいです。キリないってなんやねん。合ってんのか、その使い方。店員さん、そんな服な、このまま可愛らしい下着とよう合ってるわ。ちょっと投げて。キリないわ。はーい。うるさい。